皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、自立した思考を持つと人生すべ、ま、てうまくいくということについてお伝えしてみようと思います。えー、と自立した思考っていうのがうーん、教室業の先生とかを見ているときにですねあ、もちろん自立した方いらっしゃるし、まあ、自立してない方もいらっしゃるんですけれども、あの当たり前なんですけどね、 自立している考え方を持っている人はうまくいってるんですよ。ということは、うまくいきたかったら、その思考を持った方がいいっていうことを、先日ちょっと、あの、ある、えっ、ー、と、会でね、気づいたことがあって、で、私、言及したいことが出てきたので、まあ、今回はね、どういう思考を持つと、教室運営、うまくいきやすいのか、集客も何もかも全てです。で、それは、 ノウハウ的にうまくいくとかそういう問題ではなくて、日常的に自分が向き合う事実に対してどう考えるかが結構ポイントになってくるので、これをね、ちょっと今日はお伝えしていきたいというふうに思います。はい。では本題に入っていきたいと思います。えっと、このお話をしようと思ったきっかけがあります。 でどんなきっかけかっていうと何個かあるんですけれどもまず一つ目はですね私が主催するある集客講座っていうか経営と集客を学ぶ講座があるんですけれどもその講座にご参加されている方がねちょっとコメントを出した件について あ私思っったたことがあったんでそれを伝ようと思ったんですよでその方はどういうあの内容だったかっていうとこれはその方だけの問題ではなくて、えー、と他にも何人もそういうふうに言う方を聞いてきたのでお伝えするんですけど例えば私のその講座ってあの2週間にいっぺん開催しているので宿題が出るんですよでその宿題をまあや,やらないのが まあ、やらないんじゃなくてやれなかったんだっていうのが、まあ、大概、あの宿題ができてない人の、まあ、答えというか言い訳というかでもちろん本当に本人がどうしようもないようなじゃあ例えば震災とか天変地異とか家が壊れちゃって流されちゃったよとか言うとそれどころじゃないからそういうのは分かりますよ。ああとと身内に不幸があったとか 自分以外のコントロールできない要因によって自分の時間を全て取られてしまってそれでうまくできなかったっていうことがあるっていうのは理解はできるんですよ。それはあの事実としてしょうがないから。ただあのその時にでもですねえそのできなかったっていう事実にどう自分が向き合ってるかっていうことがその後の発言に 出てくるんですよこれ何段階かレベルが違うんですけれどもね。で、例えば、えー、っと宿題はいできませんでした自分のせいじゃないけれどもで、やはり皆さんと一緒にその場に入れるのは恥ずかしいしなんか、ね、それこそ、まあ、先生である私みたいなところに何か言われるのが嫌だから出るのやめとこうっていうあの選択肢これも全然 OK ですよね。本人がそう思うんだから。 これも OK なんです。で、二つ目が、えっ、ー、と、そういう、こう、自分にコントロールができなかったものがあったにしても、とりあえず出てみる。要は、皆さんとの刺激をそこで受けるっていう必要があって、自分を振り、振り立たせたいからっていうことで出るっていう選択肢。これ二番目ですね。で、三番目は、 そのまあ、相当大きなね、それこそさっき言った地震とか災害とか、あのまあ、誰かが、ね、亡くなるとか、そういうめちゃめちゃ大きなことでない限りの話とかも結構多いんですけれども、それをなんとか宿題期限はあるところに、自分なりに努力をした状態ではせ参じるか、まあ、場合によってもちろん、何の平常と変わりなく、きちんと仕上げることができて、その場に、 あの、普通の顔をしてそこにいられるっていう状態。だから、それを私すんごい頑張ったんですよとか、めっちゃ大変でっていうのをいちいち言わない。あの、要はそ、それをできて参加してます、普通にねっていう顔をしていられる。これがね、やっぱり私一番かっこいいと思ってて、基本私そこを目指してるんですけれどもね、あの全部できてるわけじゃないですけどい、家に何があろうとも、どういう状態があろうとも、その内情と、 えと講座の底に出ている自分って一緒じゃないんですよね。切切りり離離さされれたた空間と切り離された別の場所なんですよだからその背景でどんなことがあっては、聞かれたら言ったらいいけど、聞かれない限りには粛々と時間が過ぎているので、ちゃんとできた状態で、ちゃんとそこにいれば、ちゃんとそれができているっていう状態になるわけじゃないですか。それが一番 あの理想だなと思っていてこれができる人っていうのはやっぱ上手に仕事ができているし人からも信頼されているしいい,いい循環を作れているタイプの人です。で逆にいい循環が作れてないタイプの人っていうのはあのできなかった理由は私こんなに大変でつらかったんですでも頑張ったんです。 同情しててねみたいいなーラがすごい出てる方、まあ、実際にそういうふうに言う方もいらっしゃるんですけどもう本当すっごい大変でとか、あのー、そういうことをね言う方もいらっしゃってそれはもう個人の性格だからどっちでもいいんですけれども、あのー、これね内部の人間だから言えるのかもしれませんけれどもお客さんに対して同じことをそのタイプの人って言っちゃうから私危惧してるんですよ。 どういうことを言っちゃうかっていうと例えばお客様が例えば何かを欲しているとするじゃないですかでもその欲しているサービスを提供できなかったりするとするじゃないですかその時にいや天変地異があってとかねいやこれがあってってお客様に言い訳しますかっていう世界なんですよ。<laughs> あのそのタイプの人って何か言い訳探して許してもらおうというあの感じの方が多いです。 その,部の方はいいいろろ聞いてますけれどもで私、コンサルをしててよく、ね、お話しするんですけれども、あのーまあ、私に対してですよこうでこうでこうで,こうで大変だったんですだからできなかったんですって言うんだけれどもあのそれはあお客様にとっては全く関係ないことだからなぜなら赤の他人だから。 それによって遅れた遅れないっていうところで迷惑をかけたらただ迷惑をかけられたっていう経緯しか残らないので内情を全部話すことができる相手だったら言って納得してもらうっていうのもあるかもしれないんだけれどもあの通常は何事もなかったように粛々と進んでいくはずのところなんですよね。だからこのの切りり分けをででききる人人とできないいっっていうのがやっぱり仕事上 まあ、信頼関係っていう上において信頼されるかされないかっていうところに非常に大きな比重がかかってきちゃうんですよだから普段からそういうことを当たり前のように口に出してる人って信用されないんですよ。あの何かあったらこの人そう,そういうことするよねっていう違うレッテルがどんどん貼られていくから。 ね、私もそうだし私のビジネスパートナーに選んでる人っていうのはもちろんよほどのことがあれば言ってきますよ。もうそれこそ自分が40度の高熱でぶっ倒れて1週間戻しもないっていう状態の手前で電話かけてくれればもちろんあれなんですけど電話とかねかけて来れないとかっていう時だったら。 いつもはなんか連絡くれるのに連絡なしで納期が遅れるってどうしたのかなってむしろこっちが心配するぐらいそれはいつもがちゃんとしてるからでそういう方っていうのはそうなったら初めて連絡しますけれどもそうでない限りにおいてはたとえどんなことがあったとしても自分で処理できる限りのところは精一杯やった上で何事もなかったように粛々と進む。で後で後聞いてえそんな大変 その時やってたのにやってくれたのごめんねっていう時が多いのが私がビジネスパートナーに選んでる方たちはそういうタイプの方が多いです。もちろん私もそのタイプの方です。あの可能な限り隠せるところまでギリギリまで隠してやれるところまでやります。はい、これどうしても無理だよねっていう要は自分が自分でコントロールできるのはやりますよ、当然の通りだか誰かによって まあ、邪魔が入るって言い方変ですけど、自分の力でコントロールできない事象が入ってきても、どれだけリカバリーできるかっていうことを前向きに捉えられるかどうかなんですよね。でこれが、あのー、自分で自分を自立させた状態で物事を進めていく考え方で、簡単なようで案外できてない人多いですよ。あの特に 自宅教室業っていうのは自宅だからなんでしょうねあの主人がとかあの子どもがとかねよく言われますであのちゃんと理由があるのも分かるし突発性があるのもすごくよく分かるんですけれども対策もね考えておくとかどうにかできないかとかっていうのを一回それが起こった時にどうにかできないかとか いうことあと働き方を考えるとかっていう、まあ、場合によっては転職とかだってしなきゃいけないのかもしれませんけどねはいなのでその環境は人によってもう全然違うので、えー、全ての人に当てはまる環境ってないんですよだけれども自分が置かれている環境っていうのは自分が作った世界観なんですねあのすごく残酷なことを言いますけれども 主人がっていう人は結婚を選んでるのはそもそも自分なんですよ。子供がっていう人は子供を産むって決めてるのも自分なんですよ。だから、そこは、あのー、大元を正しちゃうと、今起きていることの原因の部分は家に関してはですよ。まあ、全て自分の領域で出来上がってる世界なんですよ。 突発的な天変地異さっき言ったように地震とかもそう読めないのはあの仕方がないんですよ。仕方がないんです。誰の身にどう起こるかわからないから。だけれども、起こった後に関しては、どう対応するかは自分で決めることができるんですよ。それを悲観して、いつまでも泣いているっていう選択もできるし、すぐに復興するために、ないしは自分の事業を立て直すために、すぐに受ける人って動くんですよ。だからそれは 有事の事のののの態でで対応能力とたくままままさにになりますすここれも普段かからどううう考えているがそそそ時出ます自立した人生を送ってる人っていうのは自分で人生を切り開く力を持ってるんですね。自立した人生を生きてない人っていうのは何かのせいにしたり誰かのせいにしたりします。もちろんコントロールできないものが残念っていうのがあったとしてもですよ。 これはね、基本的な考え方である内容なんですよね。だから、あの、よくよく考えたら、その大概のことを起こっている事象に対して不満を持つこととか、できないって思うことって、基本、自分が起因自分に起因してるっていうのを自覚した方がいいですよ。はい。誰かのせいじゃないっていうことですね。はい。例えば、さっき言ったように、旦那が何かを許してくれないとか。 ね、あのー、そういうの反対してるとかすごく文句を言われるとかっていう関係性だったとしたらその関係性を作ったのは自分なんですよさっき言ったようにその旦那さんである人を選んだのは自分なんですいやその時にはそんな性格見えなかったっていうことだったら見えた時点で婚姻生活続けるか別れるかっていう選択肢だってあってよかったんですよじゃあ別れたらいいじゃないですか っっていううことになっちゃうんですねだから自分の人生に自分でしっかり責任を持たない人っていうのは自分がその人生を選んでるっていう自覚を持ってない方が結構多くて愚痴とか言い訳を言う方が多いと感じています。で、まあ、今年、ね、産パターンの人だから最高が何もなかったことのようにさらりとねあのどんなに自分が苦しかったとしてもさらりとやり過ごすこれは3番目の一番いい人なんですよ。 でその真ん中のじゃあね2番目なんとかねやりこなして、えー、それをねやったっていうこと自体は OK なんですけど、あのー、そこに他人の評価を求めるタイプの人は自分で自分の中での喜びを生み出しにくいタイプの人なんですよ。他人の評価によって自分の自己肯定感が上がったり他人に認められないと自分が え満足できないタイプの人っていうのは結構損するんですよねつまり他人に何かを言われたら心が揺らいで落ち込むし他人に褒められたら嬉しくなるから,だから他人軸なんですよだから他人のご機嫌を取るように動いてしまうんですよ自分の中で喜びを見つけて自分の中からちゃんと湧き上がる自分を癒す心があればそこっていらないんですよね ここが結構ね難しそうだなっていうふうに感じています。で、事例として言うと、そのね、先日のそのね、講座の中で、まあ私そこのね、講座の中では言わなかったんだけれども、あのちょっと発言が本当はおかしいなって思ってることがあったんでね、言及しておくんですけれども、えー、自分にどうしようもない出来事で宿題ができませんでした。でも、 あの皆さんのね、刺激を受けたくって参加しました。これ OK なんですよ。そこまではね。で、その先です。問題だと思ったのが、要は、あの、本当は参加するのだって、えー、勇気がいったんですってその方が言ったんですよ。うん。うん。一見正しそうじゃないですか。これって、あの、本当はおかしいですよ。 <laughs> 本当におかしいんですよお,おかしさがわからない人は多分そこに共感をしちゃうタイプの人だと思うんですけれども何がおかしいかっていうとその勇気がいるもい,い,いらないもあの自分がその講座を受けると決めて受講料を払いそしてその時間を確保しようと思って申し込んでるわけじゃないですか。 だから、できなかったことは、できなかったこととして、それは事実であるだけで、出ることに対して勇気っていらないんですよ。だって、自分がその講座で学びたくって、お金も払って、元を取って、なんとかうまくいこうっていう気持ちで出るんだったら、勇気っていらないんですよ、別に。自分の権利を行使すればいいだけなんですよね。もちろん出ない方よりはいいですけどね。だから あの勇気がいったっていうのをわざわざ伝えるっていうことはよく来たねそんな大変な中みたいないう言葉を多分多少は期待してるんだと思うんですよ。うん。でなければ勇気って言葉使わなくていいと思ってるんですよ。はい。あのここを勘違いする方は 要は、まるで私が講座にすごく頑張って参加してねっていうふうに言っているのをなんとか頑張って出たみたいに聞こえちゃう内容になっちゃうんですこれは全然おかしくってお金払ってるのは自分だし出る権利も出ない権利も自分が持ってるんですよ。だから勇気もいらなくて出たくなければ出なければいいし出てしっかり元取って頑張ろうと思えば出ればいいだけなので。 それだけの話だしっていうそういう内容なのでこれ思考の方向性なんですよ。うん、だからなんとか頑張って出たんです私っていうのっておかしくて基本講座って自分のために自分でお金払って自分で会社するだけだからすっごいすっごいもしかしたら冷たく聞こえるかもしれないけどその方が口座に出ようが出まいが私にとって関係ないんですよ。 出た方に関しては、もちろんその時間、精一杯、フォローもするし、いっぱい教えます。だってそれはそこに出ている権利を持っているのを行使している方だから。なので、そこを出なかったことによって、フォローアップをすごく期待するっていうのって、自分で権利捨ててることになってるわけだから、そこは違うでしょうっていう話になります。つまり、自立してる人って、そういう発言しないっていうことなんですよ。 自分で決めて入っててます自分で決めてい,いかないことも決めてるし自分で決めていくことも決めてるわけだから私はちゃんと自分で決めてきた人に対して全力でお答えしてますけれども別に自分で決めてきてない人をそこまで一生懸命見るあの学校の先生じゃないので全員こう,うまくいかせようみたいな感じじゃなくてだから自立した。 思考を持つ人っていうのは自分で人生を決めていけるし言い訳をしないからうまくいくんですよっていうことです。あとついでに言っちゃうとあのその自分が決めていいよを認めることができる人ってその人がどういう状態になってもちゃんと待てるんですよ。見ていられる。はい、まあ,あの私そういう生き方をしてるんですけど要は干渉しないっていうことなんですよ。 助けてほしいときには助けてあげます。もちろん言われたりとか、さしてっていうところのオーラ出してる場合にはね、今は声かけないでっていうオーラ出してれば声かけないし、必要だったら内容聞かなくても、例えばそばにいるだけっていうこともやったことあります。なので、必要以上に干渉はしないけれども、その人が必要としてくれる状態であれば、そこは見ていくよっていう。 そういうスタンスなんであの、必要以上におせっかいな人って、おせっかいすぎることとかあるんですよ。これはまあその方のスタンスなんでしょうけどね。今は触れてほしくないのに、ズブ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 ね、入ってきちゃう方とかいらっしゃるじゃないですか。あの本人が考えなきゃいけないときに、あっちゃこっちゃいろんなことを言ったり、無理やり助けちゃったりするのって、 ご本人のためにならないんですよ。それが多分子供であったりとか仕事だったりすると部下だったりすると思うんですけどね。要は自立した考えを身につけるっていうことがお互いにとっていいのは相手の自立と相手の尊厳も尊重するから引いてちゃんと見ている。引いてちゃんと見ているんですよ。全く見捨てるんじゃなくて。 金にはかけてる、視界には入れてるけれども、本当に欲しい時っていうのを本人が言ってくるような時に、そこは手助けをする準備ができているという状態です。だからキャパシティをそういう状態で持ってるって、目線の端っこに入れてますよ。入れてますけれどもね。なので、あの、音部に抱っこで、えーね、例えば褒められないとうまくできないとか、 自分ってこうなんだっていうのをアピールするタイプの人は他人の評価がない限りうまくいかないのでその思考はねおそらく切り替えた方がいいと思っています自衛でやっていくのであればですよ。あのこれね自覚できないんですよ自分であの。そういうのが見える他人の人と喋って初めて分かることだったりするので。 なかなかね、特に大人になっちゃうとあの言ってくれる人とかいないんで難しいとは思うんですが、あの今日動画の方でねあの、思考考え方っていうのをあのお伝えしたので、えー、少しね、参考にしていただければいいかなっていうふうに思ってます。はい、では今日のまとめに入りたいと思います。えー、自分で自分の人生を生きるという 自立した思考を持つと人生すべてうまくいく、えー、これは自責思考です自分がすべて責任を持つということそして自立している人は他人といい距離感を持つことができて変に干渉しないという性質を持っていますこれを持つと結構いろいろとこう悩む部分の人間関係もだいぶ減ると思いますはい いい意味でいい距離感を保つっていう、そんな視点と思考を持っていただけるといいかなというふうに思っております。本日は以上になります。それでは。